から鼻噛めなくて、めっちゃ困ったよな。ちっちゃい時にお母さんによくこう鼻やられてこう、あいじゃチーでしーみたいな、えじゃないですか。その時にこう出てけんからこう口でずっとってこう。腫れてるやん。できなくて、もうなんか恥ずかしくなんかこう出すっていうあれが、だからずっとできなくて、だから鼻だから噛めないんですよ。噛めますか？噛みたいんですけど、人前では絶対チーってできないじゃないですか。できる
もうまあ男風呂行ったら手間の嵐やけどね、銭湯なんかおっさんぶわやりまくってるで。お風呂でですか？あのもう男風呂で湯船でですか？だからもう中ではせえへんやろ。そうそう、だから男風呂のプロフェッショナルはこれでチェーみたいな、じゃあね、音がなまあみたいな音するまあみたいな音したらもうここに鼻がやっとじゃあみたいな感じちょっと嫌や。いやでもそれはもうなんかすごい綺麗な感じで、手でですか？それでね、だからまあなんか鼻かまれへんから風邪ひかんとこうと思って。さあ、吐きかへんのかな？え、引きます、ね、熱が絶対出ないんです。去年なんか雪とか降ったじゃないですか。で、学校の帰り道夜に傘なくてずぶ濡れで友達と帰って次の日友達も高熱出て、あやか全然元気なんですよ。じゃあそれは風邪ひいてへんけど。あ、そっか、全然引かないです。去年も熱出てないです。すごいな。引きたいなと思って一回半袖で出たんですよ、真冬に。全然元気です、学校。もうほんまに今年ぐらい、一回ぐらい出たらいいなと思って。じゃあ、1曲目聴いてください。鼓動